グレヌビルは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。町は、オータン重地方の辺境にある。アンジェの2 3トル北西、スグレの1 9トル南東に位置している。県とアンジェに、直接通じる県道775号線が、通じている。マイエンヌ川がコミューンを流れている。グレズの地名の古い綴りは、グレーダス、グルトゥー。 グリオ、グレズである。ヌービールの古い硯は、ノバ、ビライン・アンデケーボ、ノバ・ビルラ、ノバ・ビラ、ノー・ビラ、パロッチアでノベル、ネフ・ビル・ウトレ・メーン、ノバ・ビラ、ラ・パロイッセでヌービル・シュール、メーン、ストリート・マーチンでヌービールイへ・イ・ジ・アール・七1793年にグレズ・ヌービールとなり、1801年よりグレズ・ヌービールとなった。グレヌールは、二つの要素からなる地名にもかかわらず、 アンシャンレチーム時代より単一の教区を形成してきた。しかし教区はマイエンヌ川の両岸で迎え合うグレとヌビルの町で構成されていた。地元の人々が1777年に自分たちの教区について記したのが以下のものである。マイエンヌ川はグレとヌビルの存落を二つに分けている。西側の存落で境界のあるヌビルが教区の2、3の面積を占める。 残りの1、3である、グレの村落の側から、朝日が昇る。古い年代記の上では、違いがある。地名については、834年に、聖、アルデリックがかの地に農場を築いたと記されたヌビルの方が古いことが示唆されている。古名のノバ、ビライン・アンデケーボは、ルリオン・ダンジェの人口集中地と比較して、後のものだということがわかる。グレについては、 1122年の記述が最も古い。ニコラド・ヌビルが家臣のラウール・ド・グレに聖ジャックに捧げる礼拝堂の建設を許可したというものである。この礼拝堂はラウールの自宅の近く、マイエンヌ川の左岸にあった。教区教会は被災官のようにヌビルにあった。グレとヌビルは橋でつながっていたと1462年に示されている。 出展は1999年まで LDH, イヘス、カジニー2004年以降 INSEE による。ありがとうございます。